冷式観測機。冷式観測機は、太平洋戦争中に運用された日本海軍の水上観測機、偵察機。略符号は、海 1M1M2、略称は霊艦、ゼロ艦、霊艦、または観測機。連合国コードネームは、ペテ、ピート。また、冷式水上観測機と、通称されることもある。海軍省は1935年。 昭和10年に短距離偵察と短着観測を主任務とし、高い空戦能力を持つ複雑水上偵察機の試作を重視水上観測機の名称で、愛知航空機、現愛知機械工業と三菱重工業に指示し、これは従来の水上偵察機に水上戦闘機的な性格を持たせ、敵の同種機の妨害を排除しつつ、任務を遂行できる機体を目指していた。 三菱ではこれまでほとんどお水蒸気の経験がなかったのであるが、ベテラン設計者である設計課長、服部常リの指導のもと、佐野栄太郎が設計主務となる。佐野は幸い、神戸三菱造船所への勤務経験があり、適切に設計を行うことができた。三菱が試作した機体は、速度を犠牲とし、空戦能力と上昇力を重視して、あえて服用機とした。 胴体は全金属製のセミモノコック構造で細身の楕円状の主翼を有している。フロートや主翼間の針線や支柱は極力省き、尾翼も型持ち式とし、空力的に考慮された設計となっていた。1936年昭和11年6月に試作1号機が完成し、1936年6月22日発飛行。 愛知が試作した機体に加え、川西航空機、現、新明は工業から提案された機体も加えた3社で、比較審査が行われた。三菱の提案した機体は、速度や運動性能に関して言えば要求通りだったものの、飛行中、不意に自転する傾向があることが指摘された。この解決のために、三菱では、主翼の形状を大幅に改め、直線成形のものにしたほか、 垂直尾翼も二十種類以上の形状を使用し、増面積するなどの必死の回収を行った。一方、川西は、三菱の服用に対抗するべく単容機で臨んだが、初期試験段階で落第した。当初のエンジンは、中島飛行機、原スバル製、光、単列、出力約七百 h p であったが、この回収中に、三菱製の新型エンジン、垂製、複列、 出力約 800HP が完成したために号機では、これ完走したところ、速度面などが大幅に改善し、最高速度時速 370km、5000m までの上昇力9分と高性能を発揮した。だが、競争相手の愛知機も格闘戦に優れた優秀機で慎重な比較検討がなされた本機の方が格闘性能が優秀であることと、 愛知機の主翼外反が合反性であり、温度、湿度に対する脆弱さがある点が問題となり、1940年、昭和15年12月、零式1号観測機1型として正式採用された。太平洋戦争では、本来の任務である戦艦の着弾観測に活躍する余地がなかったため、ほぼ水上偵察機として使用されていた。しかし、本機は、 副用機ながら補助翼の一部を除き、全金属製の近代的な機体で、無類の安定性と高い格闘性能を持っており、二式水上戦闘機よりも軽快だったという。特設水上規模艦、上川丸や国川丸にも配備され、アリューシャン方面やソロモン方面ショートランドなどに展開。戦乱護衛、対戦紹介、敵施設の爆撃、さらには、その卓越した。 空戦性能を生かしての離島の基地における防空など、時として二式水戦と肩を並べ、様々な任務で幅広く活躍した。その他、バリクパパン方面やアンボン方面にも進出している。太平洋戦争の中期までは、戦闘機の代わりとして、米戦闘機や爆撃機と空中戦を行うこともしばしばあり、複用複座の水上観測機ながら、関東、 霊船体と協力しての P-38、ライトニングの撃墜報告や、P-39 エアラコブラ、第4回、ワイルドキャットの撃墜報告などを行っている。駆逐艦によるマダルカナル島への強行輸送作戦、ネズミ輸送従事中、たびたび霊艦の援護を受けた、田中雷蔵第二水雷船体士官は、霊艦隊の援護に、感謝の言葉を述べている。 速度性能と武装で決定的に不利となった1945年昭和20年2月16日ですらアメリカ本土空襲で有名な藤田信夫将尉が操縦する鹿島空の霊艦が本土に来襲した回6回ヘルキャットを迎撃し格闘性能を生かして一機を未確認撃墜藤田は機種7.7ミリ機銃の射撃による エンジン発火状態での撃破確認であるが、近隣のカトリゾラが F6 回の地上墜落を確認しているするという戦果を挙げた。だし、藤田と共に同時に迎撃した5機の霊艦のうち2機は、出撃直後に機銃故障で飛退、残りの3機のうち2機は撃墜され、2機の二式水戦は1機が撃墜されている。1943年、昭和18年以降は、 戦団護衛や対戦紹介が主務となり、第一戦からは退いたが、終戦まで活動を続け、一部の機体は特攻機として沖縄戦で使用された。また、複操重装置を搭載した練習機型が零式練習用を観測機、海 1M2K として生産されている。生産は三菱の他佐世保工場でも行われ、総数は約708機。 三菱528機、試作機4機含む、佐世保約180機である。生産数については1118機、1005機などの説もある。使用単位についてはお参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。